ともきさん、高校1年生、宮廷大志望です。ついこの間、真剣模試がありました。お疲れ様です。数学は81点でしたが、国語、英語が50点ほどで悲惨な点数でした。参考書選びは、自分のレベルに合ったものを選んだ方がいいというのは分かっているんですが、ぜひ河野さんのおすすめの参考書を教えていただきたいです。また数学に関してはこのままの点数でいいでしょうか。まあ、数学81点っていう、正直ですね、僕は真剣模試というものを受けたことはないんですけれども、 うーん聞くところによると、必ずしもいいとは限らないっていうぐらいですかね。宮廷大志望で言うならば。まあ、その偏差値とかがわからないんですけども、まあ、数学81点は全然悪くはないと思いますが、しっかりと基礎を詰め切れてますかっていう感じですかね。で、応用問題については、まあ、 まずは基礎を固める間違えたところをしっかりと確認して教科書レベルであればちゃんと教科書レベルの問題に立ち返っていくで基礎を固めながらで基礎を固めるっていうのは基礎問題基本問題を解くだけじゃないんですね応用問題をしっかりと解く。 その今与えられている教科書の中の発展問題演習問題わかんないけど何て呼ばれてるかわかんないですけど一番こうなんか骨のある問題たちをしっかりと解けるようにするその中で基本をしっかりと基本というか基礎を埋めていくっていうことを徹底してもらえればいいかなと思います、ね、参考書か参考書まあ僕が使っていた国語の参考書はなんかちくま評論っていうもので評論集なんですよただの評論集 まあ、説問とかは気持ちばかり乗ってるけど、そこは本質じゃないんですよね。それが大事で、その、説問っていうところに囚われずに、ちゃんと文章をしっかりと構造を理解して、ようやく自分の言葉で説明できるようにするっていうところが一番重要なので、まあ、そこの訓練をいろんな評論を読みながらやるっていう、ただそれだけでしたね。で、英語に関しては、あの、システム英単語の単語帳を押さえての、あの、なんか、 今、エバーグリーンって呼ばれてるものですけど、まあ当時はフォレストっていうもので文法とか、その都度なんか、あ、こんな文法あったなっていうのを必要な時に辞書的に参照してっていう感じでしたね。あとは文章を読む、しっかりと読む。何でやったかなもう本当にいろんな教材、なんか問題演習がてら解いてたので、常に模試みたいな気持ちで。 まあ自分、それこそ本当に自分のレベルに合った問題とかを解いていくっていうのが一番いいかなと思います。はい。